はい、ということで、車中泊してるんですけれども、一個だけ検証してみたい、検証ごとしてみたいと思います。ずっと車中泊の中でやってみたかったやつなんですけども、ちょっと寒くなってきたらやりたかったやつ、それがこちら、外のプラチナランタンが暖房効果としてどれくらいなるのかっていうのをやってみたいと思います。このプラチナランタンは、マントルなし、マントル不要の、ガスランタンなんですけども、意外とテントの中で使ったら、確か自分の記憶だと5度ぐらい上がったんですね。まあ夏が過ぎたぐらいの時期、まあ秋の手前だったと思うんですけども、ということで車中泊でやって、ずっとやってみたくて、ちょっと、温度が下がってきたので、やってみたいと思います。ただいまの温度は20度、昼間は車の中でも24度とか22度でしたね。まあだいぶ4度ぐらい下がったので、やってみたいと思います。で、安全のために、ちょっと見切れてますけれども、一酸化炭素警報器も、つけてますので、やっていきたいと思います。これじゃあまずプラチナランタンセットしていきますか。これ廃盤になったランタンですよね、確か。まあお気に入りの、まあギアですね、私。こんな感じで、ここの鏡みたいなところが、に光が反射してマントルいる不要のランタンになってます。はい、着きました。ということで、やっていきたいと思います。5分、まずは5分ぐらい経過を待ってみたいと思います。手を近づけるとあったかい。はい、連続燃焼5分経ちました。で、結果的に温度的には、2度上がってます。で、一酸化炭素濃度はまだ、反応はしてないです。ただまあ車内のこのこれだけの空間をこの一つだけで2度上げてるっていうのは、まあ、確かにすごいなと。でそれ以上に、体感が非常にいいです。まだ20度ぐらいなんで、これのありがたみっていうのはあまりこう感じないですけど、もうちょっと寒くなってきた時に同じように2度上げる能力があるのか、あと体感としてもっとありがたく感じるのかっていうのもやってみたいですね。まだその青森もの秋10月ぐらいだと20度、車内20度で、5分連続燃焼で2度上がるっていう、まあ、結果になっています。ということで、あと5分、計10分やってみて、今回の検証終わりたいと思います。非常に、いいです。まあ、明るいし、階の暖房器具として使えるっていうのはちょっと嬉しいですね。非常にコンパクトな暖房器具としても使えますっていうのが自分の今のところの結論です。ではあと5分ほど。はい、さらに5分経って連続燃焼10分、温度はですね、また1度上がりました。23度まで上がりました。で、体感としてはやっぱり3度上がると暑いです。非常にここはあったかい。で、一酸化炭素濃度チェックを見ると、まあ、ゼロですね。反応はしていないっていう状態です。ということで、まあ、秋に関して言うと、この車内で10分程度でも非常に、暖房性能として優秀じゃないかなと思います。これだけコンパクトで、この車内を3度上げてくれるって、まあ、自分の中で非常に優秀だと思います。ということで、ちょっと、もう夜も更けてきたので、あとはこれの検証が終わったら、まあ、ゆっくり飲もうかなと思ってます。それでは、せいやでした。ありがとうございました。また。はい、昨日の夜、このプラチナランタンでの、温度検証をやったんですけども、朝方、今日、車中泊開けて、朝方の気温を見たらですね、車内が、ちょっと一度上がったんですけど、
15度なので、改めてこの15度の段階でこのプラチナランタンの温度検証やってみたいかなと思ってます。ということで15度、現在車内温度15度なんですけども、このプラチナランタン5分10分使って、どれくらい上がるかっていう検証をしてみたいと思います。はい、5分、連続燃焼しました。そしたらですね、温度は17度、やはり昨日の、夜と一緒ですね。5分ぐらいで2度上がってます。やはり5分間で、さらに寒い、15度の段階からでも5分で2度上がってます。で、まあ、で走行してる間に18度に上がりました。もうっていうぐらい、体感するくらいあったかいです。こんなちっちゃいのに、暖房性能としてありですね。秋の暖房性能としては全然ありです。やっぱ素晴らしい、優秀。ガスヒーターの方が当然あったかいんでしょうけど、それよりかさばらずに、それなりの、ランタンにもなり、暖房性能があると素晴らしいですね。やっぱりこのプラチナランタンお気に入りです。ということで、あともう5分で検証してみたいと思います。はい、さらに、5分が経過しました。計10分連続燃焼中です。で、結果的に言うとちゃんと20度です。10分で、15度から20度、5度上がりました。ということで、体感する、温度もこういう風に見えてるんですけど、体感も非常に暖かいです。車内、15度ぐらいだったらちょっと寒いなと思ってたんですけども、20度ぐらいまで一気に5度上がるとあったかいなというふうな印象です。ということで、やはり、昨日の、夜の検証でもそうなんですけども、もうさらに冷えた15度の環境下でも非常にこのプラチナランタンは暖房効果としても優秀であるという感じですね、私の中で。ということで、大満足のギアでした。ということで、改めて今回の検証をこれで終わりたいと思います。それでは制限でした。ありがとうございました。また。